あれ見た。あれ見た。暴力団のこといろいろ聞いたよ。今回はある業界のプロを招いて、その仕事ぶりとその業界のリアルの裏側を覗こうという企画でございます、はい、ゲストは前回に引き続きまして元丸坊刑事の桜井雄一さんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。この丸坊刑事っていう仕事はやっぱり命の危険を感じることは多いですか？多いですね。逮捕だとかガサだとか、それ行くときにそこに犯人はいるんだよと、部屋の中にいるんだよと分かってたら、はいはい、開けろ開けろってやりますよね、はい、なかなか開けないで壊すぞって言ったときにいきなりドア開けて30センチぐらい柳刃包丁バーンってついてこられたことあるんですよ。対応できないですよね。まあ当時若かったんでバッと避けたんで、それを抑えて。すごいな。でも向こうだって殺す気で来てますよね。来てますね。で、まあ、私の捜査員、部下だった捜査員は拳銃でもですね狙われて、捜査員って分かっていきなり発砲したんですよ。至近距離じゃないので、はい、当たんないんですけど、はい、長弾がここに当たっちゃったんですよね。あ、跳ね返ったやつが。跳ね返ったやつが。で、ずっと後遺症残ってるんですよ。それはやっぱり可哀想だったですね。ガサ入れっていうのは家に入るんですか？そうです。家宅捜索っていう令状を持っていくんですよね、はい、びっくりした家とかあるんですか？まあ、びっくりしたというよりも恐喝事件の被疑者をですね、はい、逮捕するときに逮捕状と捜索するガサ状と一緒に持って入っていったんですけど、はい、でじゃあ捜索するからなって言ったときにいきなりそのブログさんが立って一つの部屋のドアのところでもう立ち塞がっちゃったんですよ。はあ、ここだけはやってダメだと。行くわ行くわ。はい、そこだけ行くわ。もう新喜劇他ええわ、そこだけ行くわ。その通りなんですよ。捜査員もお、これは拳銃が隠してあるのかな、はい、武器があるのかな、はい、覚醒剤でもいっぱいあるのかな、はい、はたまた死体でもあるのかな、はい、と思うじゃないですか、はい、当然、はい、これはダメだと、はい、もう強制的に本人どかして、はい、でバーンって入ったんですよ、はい、入ったら散乱してるんですよ。だから抵抗したって、まあ、嘘や。小指がないっていうのよくイメージあるんですけど、やっぱ多いですか？多いですね。人差し指と親指しかない暴力団もいましたから。人差し指と親指しかない。はい、何回下手を打ったのその人。そういうことです。そういうことです。めっちゃミスるやん。そういうことです。え、両手で？あ、2本ずつ。そうなんですよ。これは残しとかないとタバコも吸えないし物持てないじゃないですか。え、両手こういるんですよ。でもそれは自分で落としてますから。まあね、はい、落とすのも相当痛いんですよ、これ。そうですよね。のみで押さえておいて、上からトンカチで叩くとか。これは暴力団の中でも同じ組でも違うこの系列の揉め事があって、そのけじめを取らなかったんですね。普通だったら 指を落として持っていかなきゃいけないんだけど、はいはい、持っていかないからといってこっちの反対側の暴力団の組員たちが 5,6 人バーッと押しかけて、はい、無理やり押さえてで取ったっていう事件があったんですよ。無理やり小指を、犯人をみんな捕まえた、5人捕まえた。で、あそこの組のガサに行きますよね。そしたらそこに冷蔵庫の中にホルマリン漬けした瓶が2つあったんですよ、指が。ほう。持ってかれたのは1個なのに、はい、なんで2つあるんだと現場に行った捜査員から私に2つありますよって電話来たんで、それとりあえずどっちも持ってこいと DNA 鑑定出しますよね。で、1つの方はその被害者と一致したから、はいはい、事件の証拠はこれだなってことで、その事件は一件落着で証拠物も見つかったってことで、はい、うまくいったんですよ。もう一つの小指はどうするんですか？もう一つのはですね、誰かわからないんでもう組に返しました。返したんですか？返しました、返しました。普通に自分で取った指かもしれないので、事件の指じゃないかもしれないので、はい、そうか、事件のある指と事件のない指があるんですか？そう、あったんです、あったんです。絶対なんか、いや、事件しかないと思うねんけどな、指って。極道の妻みたいなのあるじゃないですか、はいはい、
ああいうのってほんまにいるんですか？いますね。私びっくりした極道の妻はですね、もう絶世の美女、まずね、絶世の美女です久しぶりに聞いたの、絶世の美女。ほう、組員を逮捕しに行った時に、普通自分の旦那が逮捕されるっていうと、普通の極妻はもうわー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 騒ぐし、はい、なんだっつって捜査員に罵声を浴びせるし、すごいんですよ。でもその時のその奥さんはもう全く騒がないで、じゃあ連れてきますっていうことを言うと、奥さんがうちのご主人をよろしくお願いしますって頭下げて送り出すんですよ。素晴らしかったですよ。でまあ警察を連れてきた、で調べたりするじゃないですか。その時手紙が来るんですよ、奥さんから。まず手紙を開けた時にびっくりした。もう字が綺麗至らないことがあったら私に言ってくださいと、そこまで書いてくるんです。すごかったですよ。もうな、好きになってません、ちょっと。なんか絶世の美女で、あの字で。なんか女優さんで言うと誰に似てるとか、そんなイメージしやすい。岩下志麻の若い時。岩下、もうそのままや。いや、本当です、その通りです。そのままや。で、まあ他にもですね、そういう極妻のいろいろあるんですけど、百刀番通報が入ったんですよ。うろうろしてるやつがいると、駅で、はいはい、暴力団っていうんですぐ飛んできました、担当だから。で、いろいろ話しながら見たら、ここに拳銃入ってたんですよ。これダメだってことで、そこで逮捕した。それはいいんですよ。で、素直なんですよ。素直なの怖いですよね。普通はもう、普通だったら撃たれるかもしれないじゃないですか、はい、でもその時は すごい素直なんですよ。で、いろいろ調べていったら、組で自分が下手打って、本当はもうやられるところだったのを警察に捕まりたくて出てきた。だから自分で110番もしてるんですよ、はあ、その人はその後は大丈夫なんですか？それで本人は大丈夫だっていうのは、そこに女房がいたんですよ。で、後から聞いたんですけど、その奥さんが、すっごい話やな。普通はできないですよ。いや、マジで。すごかったっすね、うん、今日指何本飛んでんねやろいろいろお話聞いた上で、僕らの M1 めっちゃ良かったんですよね。最高ですね